倉庫のそこそこラジオ。どうも、関西で喋り手などをしております倉庫と言います。そこそこラジオ、今回のテーマは誕生日そこはかとなくです。まあ、何がどうっていうわけではないんですけども、今日は天皇誕生日ですので、まあ、誕生日にまつわるふと思ったこととかそこはかとなくお話ししようと思うんですけども、まあ僕はもちろん今日が誕生日じゃないんですけども、ふと思ったんですけど、今年まで気づいてなかったんですが、まあ、天皇誕生日令和になって2月23日に変わったわけですけども、平成天皇の誕生日12月23日もう僕昭和天皇の時のように休みのままなんかなって勝手に思ってたんですけど、もう休みじゃなくなったんですね。気づいてなかったです。もう今の天皇陛下の誕生日だけが祝日なんですね。でもう一個気づいたんが、同じ23日なんやっていうか、23日って祝日多くないってふと思いまして、まあ2月23日天皇誕生日、そして9月23日秋分の日ですね、11月23日勤労感謝の日で、さらに平成までは12月23日も天皇誕生日だったと。なんか23って祝日多いなってふと思いました。まあそれだけなんですけど、まあ、これだけで終わるのもあれなんで、まあ、自分の誕生日の話しますと、なんかもう誕生日って気恥ずかしいというか、もう年になってきたらね、そのお祝いってな感じでもないなっていうか、Facebook 入ってると誕生日の知らせ行く設定にしてると、みんなに今日は誰々さんの誕生日ですメッセージを送りましょうとか出るじゃないですか。何年かそれ知らずに設定しとったんですけど、それでまあおめでとうおめでとうって、まあ Facebook の友達のからカタカタもらってましたけど、まあ僕も人に送る時とそれ見て送らん時とあるしで、なんかもう煩わしい歌なんですけど、そんな送ってもらうのもあれやしなっていうので、設定をもう何年か前から公開しない設定に誕生日したんですよ。ほんなえらいもんでパタッと誰一人来ないですね、おめでとうってねまあそんなもんですね。うん、まあただですね、一人だけまあこれちょっと男同士で気持ち悪いと思われるかもしれませんが、唯一お互いの誕生日を覚えてる親友がいまして、中学校の同級生なんですけど、その彼からだけはちゃんと誕生日に今でもメールで、 LINE ではなくてメールで届いて、僕も彼の誕生日を覚えていてメールで、まあそのお祝いっていうか、なんかこうちょっと面白いメッセージを送るというか、こじゃれたなんかものも送れたらいいなという、なんでしょう、まあ生存確認も含め、もうそれが毎年の恒例行事にずっとなってまして、まあその親友からのメールが届いて、あとここ3、4年は甥っ子姪っ子ができまして、まあその弟の家族なんですけど、弟の奥さんがね気使って、甥っ子と僕誕生日が近くて同じ6月で、甥っ子姪っ子が祝ってくれるようになったっていう、この間も姪っ子にバレンタインデーもらって嬉しかったいう話しましたけど、甥っ子姪っ子が祝ってくれるようになって、最近の誕生日は嬉しいなっていうのはありますけど、まあ自分の中でこうすごい思い出に残ってる誕生日というか、
なんか感慨深いというか、印象に残ってるのは30歳になる時がなんか嫌でね、20代が終わるっていうんで、いやまあ40代、あそうか、40になる時も嫌やったな、そうやったな。30になる時はなんかセンチメンタルなモードで、もう俺も30年も生きてるのかと思いまして、なんかね、自分が生まれた病院に30年ぶりに行ってみようというか、30年ぶりなのか29年ぶりなのか分かんないですけど、行ってみようと思って、病院の名前だけ知ってたんで行ってみて、ふらってちょっと病院内を不審者みたいに思われながら、お腹おっきいお母さんとかばっかりのところさーっとちょっと通ってきたりとかしたりした思い出がありますね。少しこう感傷に浸るというか、そういうところあるかもしれないですね、僕。ロマンチストなのかもしれないですね。なんかね、一人だけでそういう世界に入りたいっていうか、あと40歳になるときは、これもまた嫌でね、年取んの嫌やなーって思うんすよね。なんかまだ僕、その年を取ることの楽しみを見つけれてないですね。抗うタイプっていうか、嫌だなって。40になるときはね、もう30代を1日でも長く過ごしたいと思って、夢であった、今まで行ったことなかった、憧れのアメリカにちょうど誕生日のあたりに行けるようにスケジュールが組めまして、で日付変更線の関係で1日長く30代を過ごせるっていうか、飛行機の中で帰ってきて40になるみたいな、そういう工程でね、抗って、まあでも30代のいい思い出として、初のアメリカ旅行、最初は一人旅でハリウッドなんかにも車を運転して行って、まあ事故ったりとか駐禁切られたりとか いろんなことがあった30代最後のアメリカ旅行やったんですけど、まあ、あとそのアメリカ旅行の話何回か自分の YouTube とかでもしてますけど、今となってはめっちゃネタの宝庫になったんで、このそこそこラジオでも、まさにもういろんなことありすぎたアメリカ珍道中の話もいつか近いうちにしようと思います。まあそれもでもなんか空の上で日付変更線をまたいで40になるっていうのも、なんか今となってはやっぱロマンチストなんですかね、感傷に浸りたいっていうか 抗いたいのかな。まあなんか振り返ってばっかりじゃあかんねんけどね、なんか40年を振り返って、まあ一旦振り返って前を向くというような、そんなスタイルで今までやってきましたが、はい、今日は天皇誕生日で、誕生日にまつわるエピソードなお話でした。まあなんせ23日祝日多いなっていうことで、まとめたいと思います。そうこうでした。さよなら、バイバイ。